はい、今ねどこにいるかっていうと広島県の福山市にいます。福山市ということで、人口でいうとですね、今現在の人口が45万6千人ほどですね。まあ結構産業が潤ってるんで、工業とかね、1960年代以降それとまあ人口が増加しているところですね。なんか少子高齢化がすごい地方都市においても結構ね、まあ珍しい、羨ましがられるような都市ですよね。で、そのところで45万6千人ということでね、大きな都市です。で、そこのところをですね、ちょっと今駅の方面まで行って、そしてそこのところもいろいろとね、この、駅の周辺も行きます。広島市に次いで2番目に大きいのかな、この広島県ではね。まあ45万6千円収穫地ですからね、大きな都市ですよ。なんでまあビルもしっかり結構いっぱいありますし、タワマンですね、多分左にあるタワマンションで、そこが駅ですね。お城が見えますね、お城がね。お城が、徳尾山駅の、隣が駅ですね、はい。あ、お城が駅ですね。まあ、これが福山の駅です。で、お城なんかはね、まあ、一応行くべきところです。かつては、江戸時代はですね、最初は水野家ですね、いわゆる西国の外様大名を監視する目的ということで、まあ、福山に、徳川家康のいとこがね、入ってきたんです、水野家で、そこから水野家が、断絶してからですね、その後、京極氏とか松平氏が入ってきて時代で、そこから安倍家が、ね、入ってきたわけですね。安倍家がで、安倍家に関しては、幕末まで、ね、治めたわけだけど、まあ、途中も最後の方に関しては、幕末の最後に関しては、広島の浅野家から養子で入ってきた、感じです。国高でいうと10万石ぐらいですね。で、そのお城があちらになりましての再建されているもの、焼けてしまってね、再建されているものではあるんだけど、ですね。で、ここからはバスとかがね、結構出たりする感じです。はい。で、この駅の周辺、ですね、結構お店があったりして、あとは、ですね、昨日はね、この近くの、お店でね、飲んだり食べたりしました。この先、一般道警察署があります。で、ここがちょうどモールになってたりとかね、とか、そこの斜め入ってる事故多発エリアです。店があったりする感じです。この付近、一般道、小学校があります。福山に関してはね、視聴者の方が住んでるところなので、まあ、昨日は視聴者の方々とちょっと会食させていただいたんだけど、そこのとこ右に入っていくとね、ちょっと商店が見たくなってます。広島だと広島市に行く方非常に多いと思うんだけど、福山で来る方ってなかなかいないのかもしれないけどね。福山もなかなかいいとこですね、はい、お城にちょっと行こうかなと思ってるのと、あとなんか自動車の博物館みたいなのからって言ったんで、あと五重塔とかね、あとその国の名勝に指定されてるところもあって、海岸そこも行こうかなって今思ってるところです。
で、ここから行くところが昭和町とか、そのあたりも結構飲み屋が多いところでした。私はね、聞いた西川口流のところがあるって言ったんだけど、一般道事故多発エリアです。いや、ラーメンブ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 ンっていうなんか名前面白いです。この先一般道右方向に警察署があります。この先一般道駐車禁止重点エリアです。商店街ですね。この先一般道駐車禁止最重点エリアです。